台湾国民政府は国境内戦によって1949年に南京市から台湾の台北市に移転した中華民国政府のことである。この記事では1945年10月25日から1996年3月23日までの台湾における中国国民党政権について述べる。国民政府とは 中華民国の建成以降前の大陸統治時代における中国国民党による政府のことである。略称は国府、元首は主席。1925年に中国国民党によって王朝名を主席とする公衆国民政府が樹立された。当時は第一次国境合作を行っており、1926年に蒋介石が 国民革命軍総司令官となり、北伐を行い、軍閥政権との戦いを続けた。だが、反響的な小解石は、中国共産党への抑圧を行ったため、小解石と王朝明、藩商解石派との対立が激化した。1927年1月、藩商解石派が武漢への戦闘を強行し、武漢国民政府が成立した。一方、石は、 同年4月に上海空デターを起こし、南京に南京国民政府を樹立した。こうして国民政府は分裂し、国境合作は崩壊し、国境内戦へ突入する。だが、小介石は武漢国民政府を倒して国民政府を統一し、また、1928年6月には軍閥政府の根拠地である北京を陥落させ、12月には 北伐を完了させた。小解析は同年国民政府主席に就任した。しかし、反小解析派は1931年に甲州に独自の国民政府を樹立したため、再び国民政府は分裂する。だが、満州事変を契機に和解の機運が高まり、1932年に南京国民政府に再統一される。小解析は、 主席の地位を林森に譲って、自らは軍事委員長に転じ、王朝明を行政委員長に擁立するが、実権は小解析が握っていた。1937年に日中戦争が始まると、国境内戦を急戦し、第二次国境合作を行い、日本を相手に戦った。12月に南京は陥落し、南京国民政府は武漢を経て、 重慶に遷都した。1945年の終戦後、南京国民政府は1946年に召集した政権国民大会で中華民国憲法を制定し、翌1947年に交付、施行した。これにより、孫文の国民政府建国大綱における君政期間を終了し、憲政に移行したことを示すため、 1948年の政府組織再編後の南京国民政府のことを中国では中華民国政府と呼称している。しかし、憲政実施後間もなく国境内戦が激化したため、動員館乱時期臨時長官の制定によって長期に渡る改元時期に突入、立法機関の国民大会、立法院の改選も止まり、中国国民党による党と政府が一体化した。 事実上の一党独裁再を敷いて戦時体制に移行したものの国境内戦は中国人民解放軍の構成によって中華民国政府は大陸の支配権を喪失して台湾に移転し中国大陸では中国共産党による中華人民共和国が成立した1945年7月26日に調印されたポツダム宣言を同年8月15日に 日本が受諾して第二次世界大戦が終結すると同年9月2日に日本政府は幸福文書に調印した。それを受けて1945年9月9日に中華民国南京国民政府は南京で日本の現地軍の岡村康二総司令官による幸福文書を受領した。そして十月二十五日台湾商業政長官に任命された陳議は 連合国の代表者として、台北市の台北公海道にて、日本領台湾の安藤都市基地総督、台湾軍司令官権第10方面軍、総司令官による降伏文書を受領した。同日、国民政府は台湾、宝庫諸島に対する領土の主権が回復されたことを宣布した。しかし、国民政府は台湾地元民の政治参加を拒否したため、 政治参加を拒否されたことに不満を持った民衆が国民政府と衝突した事件が1947年の2.28事件である。2.28事件が起こった1947年には中国大陸で国境内戦が起こっていた。1949年になると毛沢東率いる中国人民解放軍が中華民国の首都南京を制圧し中華民国政府は 崩壊状態に陥った。しかし、その際に、中華民国政府の前総統、蒋介石が崩壊状態にある中華民国政府を指揮し、政府は、公衆、重慶、成都を経た上で、台湾の台北市に移転した。その後、蒋介石は、中華民国政府を再組織した上で、翌1950年3月1日に総統職に復職し、 台湾国民政府の活動を本格的に開始した。この過程で共産党の脅威を抵抗するために台湾は全域が戒厳状態とされ、台湾の住民は政治的抑圧を1987年まで受け続けることとなった。一方、大陸では1949年10月1日に中国共産党によって中華人民共和国が成立した。 中華民国政府は中華人民共和国の成立を共産党の反乱と定義し、武力による大陸部の領土奪還を目指した。そのために、蒋介石は中華民国政府の統治が及ぶ範囲で戒厳令を敷き、共産主義者や政府、中国国民党に反対する人々を投獄するなどの抑圧政策を行う一方で、国内の計画的な経済建設に着手して、 国力を蓄積していった。同時に中華民国政府は中国を統治する唯一の合法な国家としての国際的地位を主張し中華人民共和国と中国を統治する国家という国際的地位をめぐって対立し続けた。その際に中華民国政府と中華人民共和国政府は 中国を統治する国家としての観点から相手国が支配している領土の領有権を疑いに主張し合ったため両国の間では台湾海峡を挟んだ軍事的緊張が今なお続いている。また中華民国政府は国際社会における中国を統治する唯一の合法な国家としての地位を維持することに不信しており大幅に情報をした上で 日本国と中華民国の平和条約を締結する一方で中華人民共和国と国交を締結した国とは即座に国交を断絶するという間続不良率の政策を取ってきた。だが1971年に国連総会で決議された2758号決議によって国際連合での中国の代表権が中華民国から 中華人民共和国へと移った。このアルバニア決議に伴い、日本国やアメリカ合衆国などは中華民国に対し、台湾の名で国連に止まるよう説得したが、例に漏れず、漢族不良率の言い分のもとに拒否し、中華民国は国連から脱退することを宣言した。そのことから、中華民国は中国を統治する国家として国際的に承認されなくなり、 1972年9月の日中国交正常化に伴う日華平和条約の破棄によって日本との外交関係を失うなど国際的な孤立状況に次第に陥ることとなった。小解析は台湾撤退後反抗大陸とともに反共国勢とし東アジアにおける反共の取り出としての地位をアメリカに認めてもらうことで 中華民国の中国を統治する国家としての存在を持続させようとした。だが、アメリカは反響の取としての存在の重要性を認識して、軍事、経済的支援は行っていたものの、東アジアの地域情勢を混乱させる大陸反抗の実施には断じて反対していた。そのため、小介石は大陸反抗を実施する後期を伺っていたものの、 国際環境の影響からそれを実施することができないまま1975年4月5日に死去した。小解析の死後、副総統の原野家が相当に昇格した。そして1978年からの10年間は小解析の長男である小慶国が相当の地位を世襲したが、台湾国民政府は1979年の アメリカとの外交関係の創出によって一層国際的な孤立を深めていた。そのため台湾国民政府は経済的な実利を得ることで国際的に生存していく道を選択し日本やアメリカなどとの経済交易をさせることで外貨の獲得に力を入れるようになった。台湾がアジア四省流という新興経済国家にのし上がった時期がこの小経国政権の時期である。 一方、国内では国民党による一党独裁に対する反発が徐々に強まり、名砲であるアメリカ合衆国のドナルド・レーガン政権からの有形向けの圧力や、ソビエト連邦のミハイル・ゴルバチョフ政権のペレストロイカと呼ばれる政治、外交改革の影響などから、1987年7月15日、戒厳令が解除された。 それに伴う動員官乱時期臨時上官の成立により、新党結成も解禁された。その結果、国内は言論、結社、言語の自由が保障され、国民党以外の政党が合法的に誕生するようになった。1988年の小渓国の死後、副総統であった李登輝が総統に就任し、中華民国憲法増。 おさむ条文制定と動員官乱時期臨時条官の廃止、万年国会の解散など、台湾国民政府の民主化を本格的に推し進めていった。その期結が、1996年3月23日に実施された中華民国史上初めての国民の直接選挙による征服総統の選出である。これにより、中華民国政府が中国全土を統治する政府から、 実行支配地域を代表する政府へと事実上変化し、同時に1927年から続いてきた南京国民政府の国民党一党独裁政権が終焉を迎えた。これにより台湾では選挙による政権交代が確立し、台湾住民の民意に基づいた民主的な政府へと変化することとなる。ありがとうございます。